こんにちは、吉田さん。私がね、組織の一員であるとき、それが家族であろうと、学校であろうと、まあ、例えば令和新選組であろうと、会社であろうと、一員になるときには、私はその支配を受けている、組織とか家族から、学校から支配を受けているっていう概念ではなくて、自分がこの家族や学校や会社や政党っていう資源を使えるんだなっていうふうな、そんな感じですよね。自分の資産が増えたっていう感じ方ですかね。まあ、例えばサラリーマンをやっていても、会社に使われているというよりも、会社の資産や資源を社員である自分がいくらでも使えるんだなっていうことで、なんか自分のパワーがね、バージョンアップしたみたいな感覚で捉えてるんですよ。まあ、で、支配という言葉がちょっとどぎついようだったら、なんか言い方としてはね、例えば、保護じゃないかなと思うんですよ。例えば、中学生、高校生の頃、家族から支配を受けてるっていうふうな被害者感情を持つんじゃなくて、あ、家族っていうものに守られてるんだなと。じゃあしっかりと守ってもらったそのバリケードがあるところで自分の可能性を最大限使っていこうかなとかね、そういうふうに思えるんじゃないかなと。で、学校のガラス割りましたとかね、自分でお金払えないんで保護者が弁償みたいな。だからって積極的に割るわけではないですよ。万が一そうなった場合でも、やっぱり家族ってものが自分のミスをある意味ね、守ってくれるっていうありがたさがあるんで、迷惑をかけないように最大限の挑戦をしようかなってところはあるかなと思うんですよ。それから、会社に入った時もね、上司や部下っていうのは無料で使えるわけじゃないですか。もちろん使い方とか頼み方っていうのはあると思いますけども、まあ、そのためにね、やっぱり対立するよりも普段仲良くした方がいいし、飲み会に行って上司の武勇伝を聞いた方がいいかなと思うんですよ。で、おそらく山本太郎さんも似たようなところをね、いろいろ使ってるところがあって、例えば今日本という国の政府広報、それから総務省のデータ、さまざまなものがありますけども、それを使って私たちにさまざまな解決策を示してくれてるんですよね。だから独自の考え方で都市伝説みたいなのを組み上げて、今の政府は嘘ばっかりだっていうふうにやるんじゃなくって、財務省から出たデータの解釈の仕方を私たちに分かりやすいように伝えてくれて、しかもそれに対して今やってることは間違いで本来はこっちだよねっていうふうに解釈してくれてるのが、私がね、組織を使っている概念と同じかなと。つまり日本というものに支配されてるというよりも、日本というものに無数の資源を感じてるんじゃないかなと思うんですよ。で、山本太郎さんはこう言います。今政権を担ってる人、それを支持してるものは有権者のうち2割しかいないと。残りの人たちが力を合わせればこんな政権簡単にひっくり返ると。なぜならこの国のオーナーは皆さんですよ、国民ですよっていうことなんですよね。まあ、自民党なんてのはね、そもそも日本国民に主権があるのがおかしいっていう、そんな政党ですからね、ちょっと怖いわけですよ。どっちかっていうと中国共産党みたいなところがありますんでね、うん、まあ緊急事態条項みたいなのが成立するとやばいなっていうところですね。じゃあ行ってきます。